さあここはねちょっとお伝えしなきゃいけないっていうのが、まあ俺が、おちょこちょいになったということなんですけども、はい、そっちですか。なんか、まあ、すごい見え話か、うん、皆さん知ってらっしゃると思うんですが、おちょこちょいっていうのは、はい、それはもちろん、もちろんじゃないし、もちろんお茶目、お茶目、お茶目、そっちの表現の方がいいね。でも60万ってお茶目言われてる場合はないからね。それもまたちょっとあかんかなって、うん、というのは、フジモン、はい、今だから俺がラジオでコメントしたことがなんか食い違うとか言うて、はい、なってるわけよ、はい、うん、ほんでフジモンも悪いし、はい、まあ説明不足、はいはい、で俺もまあ取り違え、はい、まあまあちょっとおちょこちょいっていうので、はいはい、こう会話してる中でズレが出たんですよ、はい、でそれを先週のやんたんで言うとなんかさんまとフジモンの意見が違うって言って、はい、それでなんか、俺がもうすごい申し訳ないことになったわけよ、うん、うん、ほいで、実際のところ言うと、はい、当たったことは知らない、うん、知らずに行ったわけ、はい、うん、それで知らずに行ったのを、要するに警察に言うて、はい、それでフジモンだったっていうことになった。でも本人は知らなかったと、はい、接触、はい、その日は雨ということで、はい、いろんな事情状態重なったみたい、うん、まあ、これもごめんなさいね、あの本人から直接聞いたわけじゃないから、いやいや、もう全然感よく当たってますから大丈夫ですよ。いやいや、私はそっち信用しますから。いやいや、明石家先生の外れてんねん。え、外れてた。あら、まあ、いや珍しい珍しいえ、外れてたんですか。でだから、要するにもうフジモンが電話かけてきたのは、はい、すいません番組には迷惑かけますと、はい、なんやねんっていう話になって、高校で高校なんですっていう話になって、はい、ほいで、俺が事故やったのは、あの今会社も俺に絶対言わへんねん、はい、あれどうしてどうなったかっていうのは。それでこっちが、あ、もう休んでる、うん、よんで迷惑かけて、もう本当にもう今もうパニック状態ですわっていう状態、向こうは番組に迷惑かけたっていうので、うん、パニック状態、うん、俺はおっちょこちょいなんで、うん、あの、そうやったんかっていうことで、はい、あの事件を起こした方でパニックじゃなかったんですね、はい、俺は事件が事故を起こしたことでパニックだと、はい、思って解釈、はい、してしもてやったんで、まあまあかわいそうにっていう、帰ってくるのを待とうねとか、はい、いう話はしたんですけども、はいはい、とにかく俺の間違いでフジモンにもとても迷惑かけたっていう、うん、っていう、僕がおっちょこちょいだったっていうことだけは分かっていただいて、はい、分かりましたか。はい、それはもうラジオで説明、うん、するわって言って、はい、いやもうフジモンもすまんと謝りのメール入れたのよ、はい、俺間違ってたんかって言って、はい、いやもういいです、まあこれで一本ネタできたと思えば、うん、もういいですって、もう構わんといてくれいう感じなんですね俺には、はい、だから今そういうポジションです僕そうなんだそうなんだっていうことで、あとな、一月ぐらい休むのか、まあ、分からないでしょう、一月って決まってはないでしょうけど、警察の調べが終わってからということ、あれも、いや会社も絶対なんか黙ってんのよね、だから俺に、だからもう先生想像で言うしかないですもんね、言ってくれないから、もうだから知らんどっていう、知らんどだからもう先生そこにはもうあのもう噛んでいかなくていいんじゃないですか。いやそうそう、あの下手くそ、あの下手くそ探偵やから、はい、行かなくていいんですけど、先生歯型が残りすぎなんですよ。何が噛みすぎて、噛みすぎてちゃう一丁紙一丁紙やねんけどもっていうことなんで、フジモンには大変申し訳なく、うん、でワイドショーもなんか、俺のコメントがすぐあって、うん、それで食い違ってるっていう、うん、だから俺はその言葉の、流れを慌てて、うん、なんせほんでフジモンフォローせなあかんとかっていうので、気が焦ったのか、うん、そういうことになったんで、うん、本当に皆さん許していただきたい、はい、申し訳ないよ本当に、もうこういうことに僕口挟むのやめます
いやでも先生優しいんですよ。優しすぎるから逆に、うん、何を、いや人のこといろいろ考えたり、ね、人のこと考えて自分のことを考えないからやな。いやもうそこは、うん、でもそれがいいところだと思います。人のことをなんかすごく心配してあげて、うん、で仲間ね、お笑いの仲間たちは、うん、ちょっとでも、フォローできるなら、うん、世間に叩かれようが、あの何しようがフォローしてあげるのが我々の世代ね、はい、我々世代はそうして生きてきたから、はい、その生き様は変えられないからな、うん、そうそう、そういうことだと思うんですね、うん、はい、そのフォローせなきゃっていう優しさなのか、なんか心のどっかにちょっと面白がってんのか、あそれはちょっとまあみんなもそういう話になったりとか、この間もちょっと楽屋とかああいうところで、うんうん、でもあの藤本さんも井上の時に、なんですぐ謝らへんかったんやって言うてありましたよねみたいなことに、そういうこと言うなと、だからあんまり人のこと言わん方がいいんですよねいう話を、もうあれも優しさからこうなってしもてんねんけどやな、はい、だから分かりましたって、陣内なんかでも分かりましたって、逃げもんさんをフォローしますって言って、はい、もう逃げもんにしとるかないって あかんよね優しさやね、まあ、これも優しさですよ、優しさやね、ほんまにその世間とずれてるか分からんけど、はい、芸人の優しさ、そう、もうお前はお笑い好きやから分かるやろ、分かります、はい、分かります、分かんのかお前、分かります、あったかいなって、あったかいなって、あったかいなって、お笑いのね目指すところはやっぱり一つやから、うん、どんなことがあったって仲間やんか、はい、笑いっていうところに向かって、はい、みんな突き進んでるわけやからな、はい、昨日もジャンポケの斉藤君と一緒やったんですけどあの劇場で言うてましたよ、さんまさん怖いって、怖いなそんなに怖いかって言って斉藤さん、斉藤のあのアホ、あのアホこの間まだまだオンエアまだやけど、はい、目向いてもうさんまさんが悪いんですよってお斉藤さんだぞって、あれは人のギャグですから、いやじゃあ前まで人のギャグやけどお前やってたやないかいって、はい、で「はい」って言うとるやん、トークの途中「はい」もなし、はい、僕はね仕事だったんですよ、おそれでそれで「はいはい」、いやもうそんなことする場合じゃないんですよって言って、もうこれが優しさですよ、いやいや、これがさんまさんのね、間違ってんね、間違ってんね、いやいや、それはもうあの芸人なら分かります、うん、あ何でもね、あの笑えればええっていうことでもないからな、はい、あの俺はなるべく、笑えるようにしたいんですよ、何もかもをね、どんな悲しいことあっても笑える箇所を探したいっていう、はい、生きてきたんでね、それはもう昨日きつく言うときました、さんまさんは正義とか正解じゃないから、どの笑いもう笑う方を取るから、それはお前優しさやで言うて斉藤に、そうですね、もうそれは分かりましたと、はい、分かりました、分かりましたけどしつこいってはい、言ってました、あれは偶然やったらしいな、あれも、はい、だからジャンポケがああいう斉藤の騒動があって、はい、お工場委員会その日収録で斉藤来てなかった、ほんで斉藤仕事やって、へお、ほんで俺ら全員でね、工場委員会のメンバーで、はいはい、あのアホ逃げやがったな、いう話、もう先生の、はい、また早とちりで、ま、もう先生お得意なの早とちりで逃げやがったなって俺らがちゃんとフォローするつもりで今日来たのに言うて、でもこの間斉藤来て、フォローできますかやればできるよ俺も、はい、できる人ですから、傷口に塩塗るだけでしょわさびも足すわ言ってっていう、やっぱり、うん、いろいろ生きていくといろんなことがあって、はい、ね、まあ、フジモンはもうそっと、もう警察にお任せしてっていうことらしいので、はい、でも先生はもうあの吉本とかそのお笑いとかそういう事件ものはもう喋らないっていう、うん、もう決めた約束、はい素直だなすごい大人になってもう
散々どえらい目に遭ってるからね。もうほんまに余計な口は挟まない。まあ、っていうことで、だから、っていう感じのことが今回多かったんで、ちょっと不思議なことがありますよね、いろいろ。まあこれは仕方ないですけど、もう今週はもう、このヤングタウンから行くと、谷村新司さんが、亡くなられて、はい、まあアップロントさんも、ね、まあ米安がまだアップロントやから、はい、で、3人で、まあ谷村さんがこのアップロント作ったようなもんやからな。あ、それは分かってんのか。はい。ヤンジャの時に、そうですね、ずっと頑張って、おいらだから、ヤングタウンっていうこのラジオを築いたのは、うん、もう三枝さんと多分谷村さんっていう我々は学生時代に、聞いたり、あれしてたり、してましたから、とにかく谷村新司さんとはよく、その昔はヤングタウン、全曜日集まって、まあ野球大会だの、ゴルフだの、それからテニス。まあ、谷村さんの場合は、あの、テニスですね。テニスものすごく好きで。で、我々よく呼び出されて、ヤングタウンのスタッフたちと、テニス大会とか、よくよくしてたんです。それでもう、懇意に喋っていただいたりして、ほいで、谷村さんが、あのヘアスタイルで、はい、あの、バンダナ巻かはるんですよ。ヘアバンド、はいはい、ヘアバンド。うんうん、ほんで、土星みたいでんな言うたら、ちょっとサマちゃん、それは言い過ぎやと思う。で、いや、違う、まあ、そのヘアバンドは、それはサマちゃんあかんで、って。あの、それは。宇宙すぎですからね。宇宙すぎ。宇宙に凝ってたからな。谷村さんもな。だからほんまに、もうそういうのわーわーお付き合いさせていただいてたんですよ。うん、谷村さんとは。で、ひもんやのゴルフ練習場で、よくお会いさせて、僕はご家族で。うん、ほんで僕は売ってて、向こうが暇になると、私の練習を家族でずっと見守られて。今のはええスイングやね、とか言われて。それで、すいません、ありがとうございます、言いながら、早向こう行ってくれへんかな。こっちは練習してるのにやな。早向こう行ってくれへんかな、と思って。それと、まあ、谷村さんで一番印象的なのは、まんまで、サムちゃん、どういう言葉が、サムちゃん面白い、うん、まあ、どういう言葉が面白いって、まあまあ、ぷっと笑うのが、しこたまとか、そういう言葉がちょっとなんでこれしこたまっていう言葉できてんやろとかって言ったら、うん、僕ね中華料理屋さんに行けないって、うん、なんでですのって言ったらチャーハンってチャーハンが面白いねんて、うん、チャーハンってあのまた谷村さんの世界やね、うん、チャーハンってなんか歯が跳ねてんのが跳ねてんのがツボやねんて人生チャーハン一番面白いのがカニチャーハンらしい、カニチャーあのカタカナでカニチャーハンってこれ面白くないって言ってこれを確かにって俺もそれ以来チャーハンっていう字見ると谷村さんずっと思い出してた、あこのチャーハンという字が面白いのかとか、うんっていう谷村さん独特のワールドっていうのが、うんすごい才能のある方で、ちょっと74歳は早すぎたっていう、そうですね、早すぎると残念で残念、まあかなりの年数は会っていないんでね、うん会いたいなって、たまに会いたいなこの間千春に、久々に会ったんですけど、うん、会いたいなっていう人って俺いるでな、うん、あここ長いとね芸能界長いと、はい、ああ桑田君どうしてんのかなとか、うん、千春はどうしてんのかなとか谷村さん元気かなとか、うん、若い頃に世話になってるからね、うん、でずっと共に、優しくずっと見守っていただいた、うん人ですから、うんだからそういう、人でまあまあ見舞いにも行けてないし、うん、かなりの年数会ってないんですけども、うん、だからああいう世界を感を持った人たち、うん、それはもう中国に行ったら中国の中華料理屋さんとかは、うん、スバルが流れるんですよあの、うん、中国の楽器でスバル、うん、日本人が来たらスバルを弾くっていう、
時代もあって、すごかったですもんね、やっぱり先生やったり歌であったりとか、なんか外交官の方が谷村さんの亡くなられたあれもね、あ、そうかそうか、中国の方が、そうそう、中国でかなりヒットして、はい、でこの間ジョニオにも、ジョニオが今舞台のコントの中で、はい、あの「いい日つま先立ち」って言うて「そうだ京都へ行こう」という勝手に行けいう言うギャグがあるんですよ。「あのいい日そうだ京都当たり前そうだそんな名曲いい日つま先立ち」言うてつま先で歩いていくんですよ。袖まで、なそれ市長どうしたらいいでしょう。いやそれいや それどうしたらいいでしょう。それ どうしたらいいでしょうって言われても、はい、どうしようもうもうやったらええんちゃう、谷村さんも笑い好きやから、うん、喜ばると思うでっていう話をしてたんですけども、そういうもん。それでまた財津一郎さんっていう役者さんが亡くなられて、息子さんは日テレに89歳、はい、もう財津さんは俺は初めて東京でドラマに出たら、天皇の料理番、はい、天皇の料理番というドラマで、うん、初めてお会いさせていただいたんです、うん、俺らも小学校の頃やな、はい、やめてちょうだいとか、非常に寂しい寂しいって耳をこうして耳の裏を、非常に寂しいと、もう君らは竹本ピアノしか、そうですね、今聞いた時にそう思いました。やってちょうだいっていう、はいはい、その人に、その頃は24か5だったと思うんですけど、うん、吉本どうしたら辞められますかってよう相談してたって僕はね2年かかったよ。吉本やったんや。そうや、スーパースターがもうミュージカルやりたくって、一旦大阪で新幹線降りて、うん、それである日新幹線なかったか、だから東京直接行くのが、大変なので、一旦大阪行って芝居の勉強するために吉本に入ったのに大スターになってしまって、自分はミュージカルをやりたくって東京へ行きたいのに、すいません東京にミュージカルの勉強に行かせていただきます、いや何を言うてんねん、お前いてなかったら困るぞっていう話になって、会社が何を言うてんねんお前はって辞めさすわけにいかへん、で自分の夢はミュージカルだ。へそれで、行けなくなって2年間、サムちゃんもし辞めたかったら、舞台上で2年声出しちゃダメって言われた。声出しちゃダメ。もう声もちっちゃめにちっちゃめに、あの、周りを怒らしても、もう会社からもう辞めろって言われたら辞めれないから。自分の夢を叶えるためにね。だから、通過点でスターになるのもすごいやん。この通過点で。おぉ、そういう歴史があって、今週、また、二人も私の、知ってる、尊敬する人たちが亡くなられたっていうのがもう、非常にまた答えた。今年一年、いろいろそういう話をしてると思うねんけど、俺、そういう年齢なのかなっていう感じで、お二人ともご冥福をお祈りします。はい、というわけで、MBS ヤングタウン、明石家さんまです。庄司です。モーニング娘。23横山玲奈です。はい、モーニング娘。23の桜井梨央です。です。全略のコーナーというわけで、今日は桜井梨央ちゃん、はい、3ヶ月ぶりやな。よろしくお願いします。まあ、飯窪が、はい、今、ロスの方に、そうですね、行ってて、はい、昨日、一昨日、うん、すっごい楽しそうな写真送ってきました。うん、楽しそう。仕事ですか？お休みです。お休み？プライベートのお休みです。プライベートのお休み。あ、お休みだったんだ。お休みです。そうなんですね。あ、でもさんまさんのちょっとお願いの、あ、俺の買い物はお願いしてるんで、うん、でもまあ、私にお任せくださいって LINE 来たんですけども、 お土産頼むぞって言って、うん、お任せくださいって、はい、あいつちょうど、まだいるやろから、うん、ちょうどあのロスやからレイカーズとかの開幕試合、あるん でグッズもその時にドンと出るんで、そうですよね、始まる。だから、昨日から、金曜日から、NBA 楽天も、申し込む
のがやっとこさ、まあ、値上がりして、申し込まなきゃいけない。改めてね、申し込まなきゃいけないから、あれ24時間かな、まあ、どっちでもいいけど。何が申し込むの知らないです。それは知らないです。わかんないです。びっくりしました。何の話かな全然わかんない。こちら、ラジオネーム店長、河合ちゃんからいただきました。前田君、皆さん、こんばんは。こんばんは。3ヶ月ぶり2回目の登場のモーニング娘。桜井理央さん、はい、改めて紹介します、うん。東京都出身17歳。ニックネームは、ライリー。ライリーです。好きな食べ物は、どんぶりもん。はい。食べとったやろ、どんぶりもいただいてました。美味しそうだった。なんか左手に大きなどんぶりもって親子丼美味しそうでした。どんぶりもじゃ左手やろ、右利きやから。確かになあ、大きなどんぶりもじ持ち上がってちゃうね、持つね。どんぶり食べてましたね。汁もんちょっとかかってるの好きですもんね。確かに汁もん好きやね、ちょっとご飯にかかって、なるほど、うん、それとあのお茶漬け好きやから、昨日も鮭の切り身セブンイレブンで買うて、ほんで今中手にのお茶漬け俺入手したから、うわー、いいな、安っ、いいな、いいなじゃないの、うまいよ、今日高級お茶をかけて、お茶が一番高い、冷凍のご飯チンしてお茶が、しんのすけ持ってきてあげますわ、一回食べてください。何やそのしんのすけの、これ僕今まで食べた米で一番うまいと思います。名前か、はい、今まあ小本が、純米っていうの作って、 なんかあいつがもうか炭酸水、炭酸水を炭酸水で売っとるんですよ、なんかネットで、で小本の純米死ぬほど送ってきやがって、 あせや、それと飴、またみんな欲しいって不安、あの金太郎飴、だからこうして読まれた人にも5つぐらい送ってあげようか、うわ邪魔くさいのか。いやもうそれな、新大阪で分けてあげたらいいやん。どうせあの連中でしょ、欲しい欲しい言うてんの。失礼な、あの連中、あの連中だよ、ごめんなさい。あなたはあの参謀でしょ、参謀、まあ新大阪の痛い不安、お前が痛い不安痛い不安って言ってな、はい、痛い不安痛い不安言うてな、そのうちに痛い目に遭います。怖っ、すぐネットニュースにしたろう。さんまさんの参謀にやられた相手、だからほんまに、今はもうそれが邪魔くさいのか、送ってあげるのか、えあシールにつけて、ほんで追い目にやったけど5つ、多いないやないいや多い十分ですよ、あの5つってそう多いないぞ。まあ確かに、いやでも読まれた人全員にでしょ、うん、いや、あげたらええなと思って、あんだけ、うんうんうん、まだまだ余ってるから。5個ぐらいで十分ですよ。ここで、ほな、そう、ここのコーナーの、あれだけやな、ね、あんたにシール争奪のとこだけ、そうですね、っていうことで、ここでは雨をあげられないっていうことで、うん、でもやっぱりみんな興味が、まあ見てないから、うん、そうですよね。雨ってどんなの、雨ってどんなの、うん、雨ください、雨ください、言うからな。大阪のおばちゃんやないよ、雨ちゃん。雨ちゃんだ、雨ちゃん。だからほんまぐらい再来週か持って行ったら思ってるね。あ、それ喜びますよ、うんうん、おー、だけどもう重たいね。いや言ってますやん、田中あれ持たせたら、あれもあれでも大体バラ巻きくるだ。それぐらいはできるでしょ。できひんねん、えそれができひん、相当不良ですか、右腕相当不良だ。え、分からんやろ、カバン財布全部潰されてあいつ、ライター、え、うん、力いっぱいやるよね。何もかも。あ、そうだ、プロレス好きやから。ああ、なるほど。なるほどやね。それぐらい加減できるバカじゃないでしょ。バカやと思うで、そしたら。そしたらバカやと思うで。そしたら。割り箸なんかもう、毎回買い取んちゃいます。全部俺でしまうでしょ。ずっと握ってしまうから。絶対俺でも。なんか知らんけど、そんなんやねん。まあ一生懸命やってるねやろけどもな、はい、なんか俺に恨みあんのか。
なんか知らんねんけど力あるとこ見せたいんちゃいますか見せたい俺強いねんなといざなった時はやるでお前偉そうに偉そうに言うとるけどなフリスク持ってこいだろタバコ持ってこいだろ俺がやる時やれるでっていう伏線かなあれかも分かれよほんまにあでも相手と勝てると思うよ 俺ドロップキックあるからあれ効くからな結構ドロップキックは効くほんまにロープがないとな、うん、ハンドエデやからロープ探しに行く相当走らなあかんあのロープ3本のな打ってた中がロープから帰ってきた俺のドロップキックやドロップあんまり効かんからなドロップキックは倒してライデンドロップの方がええんちゃいますかせやな、はい、腹の上にドーンってライデンドロップもケツとんがってるからな効くな痛いから痛いね俺のケツここの身が少ないから骨でいってます骨が直で避けられた場合が痛いよサンダー杉山さん避けられとったからドーンって自分でマット打ってまあそんなことはどうでもいいねんけど、好きな食べ物は丼物で、はい前回の放送では牛丼おいどん西郷丼で盛り上がってました、はい趣味は美術館巡り、はい暇さえあれば美術館に行ったり、有名建築家の、建物を動画で見たり、最近、身近にある、ユニークな建物を眺めたりすることが好きです、はい、そして建築関係トントントンと見事に開発ことができる子です、うん、バラエティ番組でも通じるトーク力を身につけたいと考えている桜井さん、うん、さんまさん庄司さんどうぞよろしくお願いしますバラエティにもっと出たいのお前いやでももともとこう喋ることがすごい好きなのでこれをコンサート中の MC とかでも活かしたいなと思って生きてますそれ言うたよなあんまやってあげてるコンサートの MC で、はい、建築のどうのこうのあんま建築関係って振ってあげるよってあそうですね言われましたでもちょっとあんまそういう場面が出ないとないきなりなそうですねあんま同じ MC に出ることがなくて、ね、どういうことあの全員での MC がないんですよ最近そうなんですよこう全員での MC って今 、はい、やってないのかあんまりなくって4人とかで、はい、ああなるほど立つことが多くて、はい、その要するメンバーでその、トーク会う人4人、うん、またこっち会う人4人とか、ね、新メンバーと先輩2人とか、とかそういうふうにしてるのか、はい、そういう組み合わせでやってたりするんです絡むことがないんだあんまりないです、今までほとんどそれと被ってんと思ったのが事務所はどっちも進行することが多いんですよ。あ、回すことが多い。どっちかっていうと。なので、ここが被ることがあまりない。そうなんです。もう加入して、うん、もう一発目のツアーから進行を任されてるぐらい、もうしっかりしてる子なので。喋るのが好きなのか。大好きです。こう、なんか。なんて言うんだろう、こう話を回すのも結構前からかっこいい分かんない。でも17で、まあ、見てないよ今まで。17で回してる人。いやでもそうです。なんか全然口からどんどんこう言葉が出てきて。天才じゃん。いや天才。もう前お降りてくるんや言葉が。そうですね。その瞬間に。どのだちょっと見に行かなかどんなレベルやろ。すごい。すごい。って感じですね。へそう言っていただけて怖いです。誰風なのまあ、MC によっていろいろ違うやんか。うん、そうですね。回し方って。はい、俺、たけしさん、タモリさんだ、やれ、有吉だ、上田だ、いろいろ回し方全部違うねんな。そうですね。お笑いの人って、はい。君はどういうタイプの回し方してるの？どうだろう。でも結構こう、MC の時も、こう、周りを巻き込んで話したいので。うん。周りを巻き込んで、だから、はい、アカシアタイプや。アカシアタイプかもしれないです。かもしれない。アカシアさんまさんタイプかもしれない、はい。回してボケてあげて。はい。で、ファンの客席の皆さんに笑ってもらって、うん、で、自分は満足するみたいな。受けてんの？どうですかね。どうやねん、受けてんの？でも本当に、綺麗にまとめてくれるんですよ。やっぱ、ライブの MC とかって。あ、ほんと違うわ、さんまさん。散らかすときに。これ。あ、確かに。綺麗にまとめてる。綺麗いやわあ綺麗綺麗に散らかしてるの女おしっこだけですかさっき座ってやってる最近偉最近座りしょんべうわほんならもうさんまさんタイプいやはい散らかしてるいやもうずっと綺麗に周りをいろいろ見てあげて、ね、はい
ほんでこいつはこの話持っとるなと思ったらそっち行ってあげるの。そうですね、あのこういう話題喋りたいかなって分かんない。抜いてるやんもうサマさん。俺を抜いてるやん。いやいや負けた。そんな、いやいや、まあ、でも初めて見た。いやいや目標は高くって感じでやってます。素晴らしい。で落ち着きあるし17で。いやいや、そんな落ち着いてるんですよ17だな、うん、逆にまあしっかりしすぎてるっていうところも、うん、あ本当ですか、あるやろうけどもな。すごい。それはもうちっちゃい子がテレビ見ていろいろ研究したの。ああ、でもこう家族とかに礼儀とかこう話す時のなんて言うんだろう態度とかこういう風にするんだよっていうのはすごい小さい頃から教えられてきたので。あ、うん。敬語で要するに、回すのが得意なんだ。敬語で突っ込んだり、ね、とか。私がまだ全然グループの中で後輩の立場なので、うん、こう先輩とお話しする。いやないないない。そうそう、先輩と絡むのが一番勉強になるからね。そうですね。敬語で突っ込んで相手が怒らないように持っていってあげな、はい、そうですね、あかんからな。はあ、まあまあ、ここで話聞くより、そのトークのところだけちょっと舞台袖で見させてもらおう。そうしたこと、うわ緊張しちゃう。どうしよう。だからまあ、あの古舘伊知郎さんタイプや。ああお前古舘伊知郎さんタイプ。あ、本当ですか。嘘。例えもうまいな。ほんだら例えも。いや、どうなんだろう。音速の貴公子だとか言うね。いや、ちょっと。まさに。いや、客観的に自分をちょっと見てみないと分かんないんですけど、そういう17歳で、そういう力を、いや、まあ、力というか自分が好きなんだ。うん、はい、そうするのが好きでやってます。はは、恐ろしいな。よくやっぱライバルやな、ちょっと。そうですね。でも私、はい。楽屋では勝ってんねやろ、楽屋で。まあ、楽屋は負けてないと思う、さすがに。楽屋は、楽屋は、楽屋の様じゃないもんな、お前。いや、もうそんな、そんなことないんですよ。みんなが勝手に。よく言われんねん、楽屋で面白い人はあかん言うて。そうなんですか。吉本はね、吉本は昔から楽屋芸人っていう、はい、あって、楽屋が面白いのになんでっていう、みんな。だからそれを超えたのは八方兄さん、ぐらいやな、うん、八方さんは楽屋が面白くてそれを舞台にうまく、生かしてやってらっしゃったって、うん、楽屋芸人、楽屋芸人、あいつめちゃくちゃ面白いのになーって。吉本よかったな、はい、それは、それでまあ、これからも勉強やろうからな、はい、将来は卒業したらとかいう夢があんの一応。いや、でもまだ加入して1年とかなので全然将来のビジョンはまだ先かなって感じです。そうか、そんなトークバラエティは出てるの、ちょこちょこ。いや、でも全然グループでも時々こうみんなで出る機会とかはあるんですけど、そういう時にピンで御殿に出たりとか、まあ俺は会ってないから出てないやろ、ああいう番組、うん、そうですね、学ぶことがやっぱいっぱいありますね。は出たいのか。ああ、まあ機会があったら勉強にもなるんだろうなと思います。横山も出てないもんな、別に出たことないです。そうやな、はい、インクボさんくらいですかね、インクボぐらいか、はい、そうです。そうかそうか、横山は工場委員会写真出たからな。私はもうそれがあるんで、もうそれだけでも、もうそんな幸せなことない。えらい喜んでた。キャーって本当に嬉しかった。こちら、ターフィーロール。全力の皆さん、こんばんは。こんばんは。桜井梨央さんは、東京出身ですが、実は子供の頃5年間だけ兵庫県に住んでいたそうです。もともとハキハキした話し方で、自分の考えをしっかり言葉にできる桜井さん。モーニング娘。加入から1年以上過ぎた今では、声もリアクションも大きくなってきたような、来たようには思います。うん、あ、不安もやっぱそういう成長見て分かってるんだ。はい、兵庫県に住んでいた頃はよく、大阪にも遊びに行っていたらしいので、はい、5年間とはいえ、関西人のテイストが身についているのではないでしょうか。桜井さん、兵庫県に住んでいた当時、これぞ関西という記憶に、残っている印象的な思い出があればぜひ聞かせてくださいということで、あ、うん、そうですね、私小学校1年生から5年生まで兵庫県に住んでいたんですけれども、はいはいはい、その時にこう私は多分生まれつきか分かんないんですけど結構ボケたがりな性格なんですよ。ボケもできるんだ、うん、すごい。いや、いや、まさしくさんまちゃん、恐ろしい、ボケから回す
すごいね、横山はちょっとライバルや。何でもいけちゃいますもんね。もう、いつやめてもええわ、もうこんな。いや。もうできんねやったら。そんな、いや、でも、ボケたがりですごく。うん、例えば、どういうボケをしたりしてたの、ちっちゃい頃。ちっちゃい頃のボケやからな、そう大したことは。もう、それこそ、こう、テレビでよく見るような、うん、こう、ダジャレとかもよく言ってたりしたんですけど。ダジャレ？ダジャレ。じゃあ だって小学生やからそれ知らないの、ね、それはそう、どういうダジャレ、どういうダジャレ、じゃあまあクラスで受けたやつ、クラスで受けたやつ、うん、思い出せない、最近はダジャレ使わないのも、最近はあんまり言わないんですけど、うん、でもそのダジャレが受けたことに対する、あ、笑ってくれてるみたいなのが多分あったみたいで、小学生であった、うん、それダジャレで、はい、周りがみんな、まあ親のに布団が吹っ飛んだみたいなことやろ、そうですね、もう周りが関西にずっと住んでた子たちだった、でもその性格のまま東京に戻ったら、なんかいろんなところで あんま笑ってもらえないみたいな、浮いた、そうですね、なんか浮いてたかもしれないです、浮いてんやろ、そうです、だからなんかやっぱり、いや、ありがちなことやな、やっぱ関西の洗礼を受けたなっていう、関西の洗礼じゃ東京の洗礼、東京の洗礼関西は受けててんやろ、はい、なのにやっぱ東京に来るとみんなこうやっぱ標準語でこう、まあな、はい、関西弁でちょっと拒否るからな、そうですね、うん、ああ今もちょっとそれは残ってるか、はい、という感じですね、そうやよな、はい、この壁はやっぱりなかなかそうですね、なかなか難しい、はい、ところがあるからな、はい、今はもうこっちは東京弁というのは標準語、そうですね、もう完全に戻ったんですけど、まあ、時々こうファンの方からリクエストされることとかもあります、関西弁喋って、はい、はは、兵庫やもんな、でも兵庫です、ダボーか、まあでも、もうバリバリの関西弁って感じではなく、なんかちょっとこう、うん、ちょっと違うやろ、はい、兵庫は違ったと思います、そうやよな、はい、発音も違ったり、ね、言い回しが違ったりしてるよな、細かく違ったと思います、兵庫県はな、はい、だから陣内が兵庫か、陣内は兵庫やね、あの辺陣内は加古川やけども、あ、どうだろう、でも下の方でした、神戸とかそっちの方、神戸の方か、はい、あ、神戸の方か、はい、そしたらまあそう、なまりとか方言はきつくない方やな、そうですね、ナチュラルに出てました、すごいな、小学生これはボケ担当すごい、すがやで、できない、17歳は回しもできる、かっこいい、こいやいや、どこ行くのやろ、いやいや、どこに向かっていくのやろな、あ、ありがとうございます、もうそれ多いです、もう早いけどビッグワンっていうのはどう、ちょっと俺らビッグスリーやだけど、もうビッグワンやろ、いや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 、無敵やろお前、いやいや全然です、トークでは、はい、もうビッグツーに入りたくないの、それは入りたいです、彼女の、トークはどうなの、もう私は加入してから、うん、加入する前もなんですけど、やっぱ横山さんはこうモーニング娘。の中でもすごくこうトークでおしゃべりできる方っていう印象が、うん、こう深く知らない状態でもすごい あったんですよ、うん、でそれからやっぱり一緒にラジオ恥ずかしいもういやいや、そうです、一緒にこうラジオする機会とか、私がなんかファンクラブ、こっちのグループのファンクラブで、うん、一人でラジオをやってるんですけど、そこでゲストで横山さん来てくださった時のなんかもう安心感とかが本当に違くて、やっぱ横山さんいらっしゃるみたいな、なんか安心感が本当にあるまさに今度ひなまるさんのラジオでもひなまるさん同じような内容やな、これ、トークを磨いてきてどうのこうのやな、はい、コンサートで MC を回しに抜擢され、横山さん、トーク術を、ね、はい、学んだみたいなこと書いてあるわ、いやもう、うん、本当にいろんなこう雑誌とかのインタビューでも言わせていただいてるんですけど、うん、なんかもうトークに対する理想像、なんかもういやいやいや違う、どうなったのって、モムスってよくわからん、なんかもうこうお話できるし、こうどんな場面でも動かせるっていうのは素晴らしいなと思いながらいつも、ありがとう、はい、頑張ります、もういいわよもうそれ以上言わないで、もうそれ以上言わないで、もういいわよ、喋れなくなっちゃうでもやっぱバラエティ好きでずっと見てるだけのことやっぱあるなと思うんだ、そうですね、はい、本当にお笑いも好きですし、うん、だからそういうやっぱり横山勉強になってんのか、いろいろ、でもそうですね、自分の手応えとしてな、そうです、なんか先輩によく言われるのは、うん、誰かが面白いことを言った時にこう普通の子だったら普通にこう、うん、アハハって手を叩いて笑うのを、私はその面白いことを言ったメンバーに向けてこう拍手して笑うって言われて、それがめっちゃ芸人さんっぽいって言われて、なんかよくやったみたいな感じで、よかったよよかったよみたいな感じで横山のレベルでな
そうやな。よくよく寝れるでよかったよって。そういう癖とかも、なんか、こう、ぽいなって言われることがあって、あ、でもなんかそういうところもなんか無意識にもしかしたら身についてるのかなとは思います。ああ、いや、それは絶対そうやよな。うん、だから、ヤンタンもそれなりに横山、ちょっと勉強になるのかいろいろ。なります。もう、すぐ聞きます。あの、自分の回。あの自分の相手が全部終わって放送して、まあ、基本土曜日だからライブとかやってて、あ、そうかそうか、こうリアルタイムでは聞けないけど、もうはい、すぐ時間空いたらコンサート終わって、はい、それすぐ聞くの。はい、あのベッドで目つぶりながら聞くとめちゃめちゃ入ってくるんですよ。でこう静かに反省会こう。は、一応反省する。反省しょ。なんかこうやってずっと目つぶって聞いて。あ、あ、これ私こう言えばよかったんだとか、はい、ここ相槌できたよなとか、相槌できたすごい、そこまでせんでもええんちゃう。もうちょっとグループのこと考えて。あ、考えてます。でもグループでも MC あるから、あそこで相槌打ったとかいらんわ。でもやっぱ大事なんですよ、ライブ中の MC とかも、まあ、MC 一応、ま、抜擢されて、ま、任されてるからな。そうです、やっぱ急にシーンっていう、会場がシーンってなる瞬間とかなくしたいから、うん、ああ、それでいろいろ言葉も覚えたり。そうですね。今回はこれでいこうとか。はい、一応組み立てるんだ。一応私はもうめちゃめちゃ組み立ててから出ます。自分の中で。まあまあ、一番いいのがそれよね。はい。だからまあちょっとしたネタをね、ポケットに入れて。はい。そのね、ポケットから手土産やっちゃうトークの。MC の手土産を出すか出さないかはもうその日の流れやからな、ね、出さない方が正解やからね、はい、そういう、あ、もうそういうのをうんって聞いてる、いやいや、そうだよなと思って勉強になります。桜井、だから、はい、お前は劣ってるところは、どこやと思うんで、まだまだ、いや、やっぱりこう自分の子ラジオ聞いて反省するっていうところも、やっぱ私もやっぱ満足するだけじゃなくて次につなげていく何か、あ、自分はまだもう一回終わった満足、そうですね、一回終わった満足、はい、やっぱちゃんと復習じゃないですけど、うん、繰り返し聞いて、あ、もうちょっとこうできたかなとか、ああ、それはまあ相槌としてはいらないと思います、はい、まあ相槌に限らずもいろんな芸人でも聞きたくない見たくないがいるから、自分のうん、どうせダメだからっていう、俺も27からやからね、自分を過保護にしたのは、うん、もう諦めたからね、うん、もう自分が一番面白いと思ってあげなきゃいけない世界やから、うん、自信を持って、うん、はい、お送りするというのを正直に喋ったら自信持ちすぎてすごいスイングで空振りしやがる。すごいスイング、すごいスイング、すごいスイングで、おしまい。ヤムス褒めてま川柳褒め短歌のコーナー。このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちヤムスを目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。はい、まずは私横山からです。東京都の水高高光さんからです。よー、ライリーとミニブタカフェに行く予定。ミニブタ、はい、ちっちゃい豚、はい、マイクロ豚、もう本当に小さいこのくらい、もう何、しゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶ、違います、え、違います、なんで豚の、豚しゃぶ、豚しゃぶじゃない、少量、違う、え、何、ペットとしても、ペット、こう飼える、あ、豚見に行くんか、豚さん、はい、あ、豚さん飼うやろ、はい、豚しゃぶじゃないか、最近流行ってて食べない、豚しゃぶ、豚しゃぶってめっちゃ好きやねん、お前豚しゃぶ安いしな、むっちゃうまいです、豚しゃぶ美味しいですけど、いや、牛しゃぶもうまいですけど、君は豚しゃぶやで、はい、後にうどん入れて、西屋って新鮮橋にあるんですよ、いやいやいや、わかりますわかります、そこの行きましょう、そこの豚しゃぶ、行きたいですけど、それじゃないんだよな、そうなんです、もう本当ミニ豚、これぐらいじゃない、はい、もう本当に小さい、あ、わかる、抱っこできるぐらいのサイズの豚さんがもうそこら中に歩いてるカフェが、それで、まあ、綺麗好きやからね、豚ってな、そうなんです、もう綺麗なんです、うん、匂いも全くなく、なんか取らないやろ、はい、あれはまあ養豚場のね、はい、豚さんがそのままやから、そうなんです、あいつら体洗うのも好きやしね、可愛くて、豚ってそれやな、座ってると膝の上に乗っかってきてくれるんですよ、あ、そう、人慣れして、はい、はい、でもそこでもうぐっすり寝始めちゃったり、寝たりするの、はい、寝てくれたりとかしてくれて、で、この子可愛いって思った豚さんを、まあ、そう
相談すれば、うん、あのそのまま飼うことができる、うん、そこまでちゃんとやってくれるカフェがあって、まあ、アメリカの人はよく豚を飼ってらっしゃいます。そうなんです。日本人は少ないけどな。日本はそうですね、やっぱ大変みたいで飼うの。 あの満腹中水がないのでもうずっとキッチンを漁っちゃったりとかするらしくて。ああそうかそうか、はい、もうずっと食べてるみたいな。食べてるのか、はい、量も大変なんだ。そうですね、もうずっと食べちゃうみたいで。ああ、はい、しつけとかも大変みたいで。しつけ、しつけとか。でもまあでも賢い豚っているからな、ね、豚さんによって。まあまあそれが映画になったぐらいやから。ベイブっていう、あ、お前ベイブ知らんのか。知らないです。あ、ベイブパート2まで出てるわ。ベイブ、ベイブ、あ、豚好きやのに。それがマイクロ豚やと思う。多分。あ、そうなんですね。そうやよな、あれ多分。知らなかったです。うん、でベイブニューヨークに行くっていうのもあるわ。へえ、かわいい。かわいいかわいいかわいい。そうそう、あのまあまあ浅田美代子さんがベイブの大ファンで、へ、一番嫌いなのはあのアニメ、崖の上のポニョ、ポニョが嫌いやね。あ、そう。なんでって言ったら、いや金魚喋るわけないじゃんって言う。豚も、豚もやろっていう。確かに。一番好きなのは豚喋りそうですもんね。お前美代子さんと同じ表現や。豚喋りそうじゃんって言ってるもん。でもポニョはあんな下水から海に行けない、うん、あんな嘘じゃんって言って。え、見ようこと誰が何を映画が一番好きだ、うん、ベイブはっていう会話。豚喋るとそうじゃん。確かに。いろんな世界の人がいらっしゃるからね、感覚のね、うん、そういうのもあります。あ、ベイブを見てないのか。ぜひぜひ。はい、調べます。あ、面白い映画よ。さあ続いて、はい、続いて東京都の水高高光さんからです。よー、家を出る2時間半前起床してラジオ体操をするのが日課。もうそうしてんの。私好きなんです、ラジオ体操が。好きなの。なんかグループでもモーニング娘。自体結構ラジオ体操が好きで、本当に体にいいっていうか、本当体が伸びる、まあまあ、でも舞台前とかみんな役者さんとかやってあるやん、ストレッチ、はい、あれやんのか。そういう感じで、ラジオ体操でやってんの。ラジオ体操で流して、はい、サブスクがあるんですよ、まあまあ、ラジオ体操。ラジオ体操ってものすごく理にかなってるらしいから。すっごい汗もかくし、ちゃんとやれば。ああ、ちゃんとやればな、はい。一生懸命やればやろ。そうなんです。腕を大きく上げてとかいう。しっかりちゃんとやれば。言う通りに。はい。そうそうそう。すごい体が伸びるから好きで。まあ、全部やっぱり昔の歴史が作ってきたもんで、うんうんうん、理にかなってるって、この間番組でそれは、ラジオ体操は理にかなってるっていう話は、うんうんうん、してたな。はい。ああ、ラジオ体操一応。ラジオ、もう小学校の頃から。あ、やってんの？あの、朝、なんか、町内とかで集まって、なんかこうスタンプをしてくれるみたいな、毎日行くと。今なくなってんのかね。今は夏休みとかあるんちゃう？やってるんちゃう？夏休みはやってる。なんかお菓子もらうために毎日通ってとかやってたので、それが私の中ですごい好きで。ああ、なるほどなるほど。そこから始めました。絵付けされたわけじゃない。絵付け。第一目的はおやつやろ。おやつ。はい。あ、いやいや、でもそうらしいな。でも体にはええよな。はい。続けたらな。続けたらめちゃめちゃ体にいいと思います。ああ、はい、そうやわ。それは、やった方がいい。俺らそういうのやってないからな。ぜひ。ああ、運動はやっとかなあかんね。やっぱ体動かしとかな。そうですね。じーっと、今、要するに、スポーツ界が、それクライマックスシリーズだ、あれアメリカもポストシーズンファイナルだ、になったりすると、ずーっと見てしまうねな。スポーツ好きな人、座ったままやね。ほんで何時間か見て起きようと思ったら、うっていう感じの時あるからな。やっぱ体動かしたらあかんなあかん思って。今足、回してる。座りながら。何でもやっとかなあきませんよね。やっぱうち、寛平さんもなんかあの奥さんに、うん、競馬ばっかりせんと、ゴルフ行けよ、言って、うん。ゴルフ行ったら、みんなと喋ったりもするやろって、うん、それに答えられたり、なんか質問されたら、うん、あんた、あの、博打ばっかり、まあ、競馬してたら、うん、誰とも喋らへんやろ。あんた最近トーク力落ちてるでって言われたんですよ。それさんまさんに言ったらどえらい怒られるで。いや正直言われたんやって。慶応ばっかりしとったら確かに画面ばっかり見て喋らへんから、ね、ゴルフでも行きやもそっちの方にしー言うて。
あんた最近トーク力落ちてるでって奥さんが分析しとったらしいほんま。だから何でもやっぱりやっとかなかのですね。そうそう、奥さんの言うこと全部聞くからな。はい、もう俺は一番笑ったのは工場委員会で滑り倒して、新幹線のホーム東京駅から奥さんに電話して、はい、今日も滑って、芸能界やめようかなって言うから奥さんが、オンエア見て決めようって。素晴らしいな的確な答えやまあいい夫婦っていい夫婦やよな、さあ続いて桜井。はい、続いて私桜井です。岐阜県ラジオネーム4番エースさんからです。苦手だったピーマン最近すごく好き。ああね、その年齢によって食べるもんっていろいろ変わってくるよね。小さい頃食べれなかったピーマンが持ってきたやったかったな。今ベランダでまあアホみたいになったピーマン花咲いとんねん。季節外れのアホみたいに大好きなんですよ。で赤くなるのよ今の時期は。うん、もうそれはダメなピーマン食べられない。食べれるんですよそれが。そんな色なんですね。赤くなっても今はだから秋口っていうか寒くなるとピーマンすぐ赤くなるんだ。ピーマン。そうなんですよ。あの私苦かったん小さい時は。苦い思った。苦くてしゃ多分食感が苦手で、うん、でもこうお弁当にピーマンがしょっちゅう入るようになったんですよ。そしたら慣れてきて、うん、逆にもう入ってないと入れてってお願いするぐらい。あ、弁当のピーマンってうまいよな。美味しいです。それもわかる。あの醤油で浸してあるピーマンなんですけど。めっちゃ美味しいんです。めっちゃ美味しい。そうなんですよ。そうそう、また変わっていくで。あ、確かに。これからずっと、ね、これ食べれなかったのになって、俺もいっぱいあった。ああ、やっぱそうです、ね。これあかんかった、これあかんかったというのに、今は美味しく食べてるとか。いや、美味しいもん、っていうか食べてるもん、ね、あの、ナスビのおひたしとか、うん、あんまりこう、最近の食べ物ってあんまり、まあ、口にしないじゃないですか。何が最近の食べ物って、どういう食べ物何があの、なんかこう、洋食っぽい、なんか、なんか新しい高級な、こと言うてんのか。高級な、いや高級コース料理。いや高級というか、あのなんかそういうの好きじゃないですか。高野豆腐にしたりなんかあの昭和のさ、はい、昭和30年生まれはそうやね、はいはい、そんなんしかなかったから、うん、日本が貧しかったからな。ねえ、あの、まっちゃんがなかなか食べないんですよ。あの、ナスビのおひたしを。でも食べるの、いや、師匠最後に食べますって言うからやな。でも最後、弁ご飯も何もかも綺麗に食べて、ナスビがポンと残ってるからやな。食べへんの、いや、食べますって言って。あ、そうなの。ナスビ一番最初食べるんですよ、俺は。うん、いや、うん、大好きやな。八角弁当。八角弁当。美味しい。でも、筑前煮とか昔いらんとか思ったけど、やっぱり今、やっぱり美味しいですもんね。わかるわかる。うん。ああ、それはあるな、うん、俺もイカの塩辛は食べれなかったんですよ。ちっちゃい時とか、高校、20代も食べれなかったかな。30代で、あの、バッと食べたら、めっちゃくちゃ美味しかった。それから食べれるようになったけども、イカの塩辛って食べるチャンス少ないよね。あんまりないですね。うん。確かにそうやね。うん、それは、だからこれからもうまた変わっていく。そうですね。うん、これ食べれなかったのに、あーとか、あんだけ美味しかったものが、あーそんなの美味しくないなとか、確かにそう思う日も来る。うん、さあ続いて。はい。東京都ラジオネーム、三つ高高光さんからです。何でもね、大丈夫ですと言っちゃう癖、母と石田さんに心配された。大丈夫ですって言って今のか。大丈夫です。負けずぐらいなのか。多分それもあるし、うん、こうなんか迷惑かけたくない、心配かけたくないっていうのもあって、うん、それをもう加入してからすぐの時とかもう、あ、大丈夫です大丈夫ですっていうのをこう、これこう大丈夫を覚えれるっていうのを、振り付けとかもこう声をかけてくださっても、申し訳なくて断ったりしてました、ね。あ、どうも性格やな。はい。俺はもうずっと、あの、前の奥さんのお母さんから、おばあちゃんから、うん、もう、遊べっていうのを、やめてくださいって言われた。なんかあるたびに、遊べって言ってしまうね、俺。私もそれめっちゃ言われます。すいませんが多い。俺もやな。いやトーク取ったらあかんよ。じゃあさ、まあそれ言ってなかった。だから似てるんや、さんまさんと。ちょっとすいません、さんまさんと似てるのか。だからちょっと共感しちゃった。似てないよ。似てますよ。すいません、言ってなかったよね。すいませんねえ
すいません、俺はすいませんバージョン担当やから。じゃあ大丈夫です担当バージョンそういやこれ口癖とかなんか環境なのか、うん、なあそう言っちゃいます。それはもうそんなになんか おばあちゃんが取りましょうかあすいませんっていういやそんなのいらないですよって、うん、よう言われてた。なあ、うん、あやせら言ったかとか、うん、でも今でも言ってしまってる。ちょっとなんかすいませんとか、うん、ありがとうとか、ありがとうはまあ3年前から覚えたんですけど、うん、びっくりした何かしてもらった時ありがとうって言ったから、言えるんや感謝できる、うん、びっくりした。だから大丈夫かはもうジミーちゃんにさんまさんがいつも言ってる、うんはいうん、お前大丈夫かってからずっと、まあ、コントとかそんな覚えるのにね、はい、ネタとか、うん、だからずっと話すまで大丈夫って言うそれはもうコントからのあれやね、うん、今普段もおジミーは大丈夫かって大丈夫って言う、うん、もうずっとそれは欠かしたことがない、すごいから大丈夫か、うん、大丈夫ですっていう会話をしてないの最近。へずっと全員周り鼻つまんで大丈夫って言うの俺らが誰や誰や言わなきゃいけないのがすごいしんどい。確かにすごいしんどい。もう全国から集まって、もう何があったって。大丈夫。っていう。だから慌てすぎてね、鼻つままなかんのに耳にせんして、大丈夫言ってから。もういろんなね、面白い話とか、これは実は怒るのよ、さんまさんの周りで。でも、ビートたけしさんが、そのトークで、ジミーがゲストで、鬼瓦ゴンゾーで、俺がママで、はい、そう有名人が、集まる店っていうのをやってたんですけど、うん、ジミーとあとたけし軍団3人、はい、で4人でゲストに来て、で俺がジミーちゃん大丈夫って聞く、大丈夫で一回一回たけしさんはなんで大丈夫だけ鼻詰まるんだってもう不思議がられていやほんまにどうでもいいけど大丈夫か大丈夫でもたけしさんといえばもう考えすぎた壺に入ってしもうてゲラゲラ笑い出さってほんで終わってから軍団だけ呼ばれて、うん、お前かって言ってジミーちゃんを見習えバカ何でもない言葉を鼻つまむんだぞって松尾番内らっしゃいた前が送られてすいませんああいうのを作れマジ竹内さんは竹内さんの考えで上行ってしもうてんけど、俺はコントでやってたから分かってたんですけど、竹内さんは初めて来てもなんで大丈夫だけ鼻つまんないだろうってずっと考えてたみたい。面白いほんならどんどん面白くなってきてなんで大丈夫だね、鼻つまむんだろうっていう。あれは、すごい、誰や、誰やって言わなあかんからね。お前らもやったらええやん、コンサートする。コンサートでそんな、ライブで。ライブで。大丈夫大丈夫です。いや、もっともっと、大丈夫大丈夫。うん、実は、大丈夫ってこれ、鼻つままんでもできるんですよ。大丈夫。大丈夫、確かに。大丈夫って。大丈夫。大丈夫。大丈夫。じゃあ、鼻つまんだ方がええねん。大丈夫。これ大丈夫か大丈夫。もうちょっと、書いた方が。もうちょっと、大丈夫。ああ、そうか。って書いた方がいい。大丈夫か大丈夫。誰が、誰が。よし。よし。機会あったらやれよお前。はい、はい、うん、一番最後の人やな。はい、誰さんですか。ラジオネーム三坂高道さんです。はい、メンバーのサイン入り色紙を差し上げます。ここで一曲聴いてください。今回はヤンタン金曜、谷村新司さんを忍んでこちらの曲を聴いてください。名曲だらけ。アリスさんでチャンピオン。あなたの心のポイント採点。イエイ。あなたの最近の何気ない行動を心だけは会社の重役クラスのさんまさんが判定します。はいよ。まずは山梨県のスピンさんからです。新幹線の喫煙ルームが来年の春をもって全面廃止になるそうです。この発表を受けてタバコを愛する芸能人たちから阿鼻叫喚の声がたくさん上がっていますが、我らがさんまさんもこの一報を聞いたとき終わったと叫んでいたと次長課長の河本さんが明かされていました。社内販売に喫煙ルームも廃止
廃止と時代は変わっていますが、ルールの中で楽しむのが新庄のさんまさんですので、新しい新幹線での楽しみ方をすでに何か考えているのか、今のお気持ちを聞かせてほしいです。もう新幹線の先っちょに貼り付けてもらおうかな思ってね。貼り付けてもいいと。貼り付けて。広報やったらいけるやろ。風も風もあれやし。なんかね、喫煙所ぐらいあってもいいでしょうけどね。けども、うん。もうでまあ、あれや、10号車なんて、はい、全員お客さんが喫煙かっていう日もあんねん。だからずらー並んで、タバコ吸えないぐらい並ぶ時もあんねんな。だから、ああ、そういうこと多いねんけど、まあ、俺は夜遅い、新幹線乗って帰るから、避けそうなのかもわからへんねんけど、もう、すごい、困ってらっしゃる方が、東海道だけはと思ったからな、東海道新幹線だけはありがたい喫煙ルームって、あそこになんか、水とかね、そういうの置くらしいんですよ。あの場所に、なんか緊急発生した時に、緊急事態が発生した時に、台風で止まったりとか、地震で止まったりした時にお客さんに水をっていうことやねんけども、そのペットボトル上に、上がってスーッとあかんから。どの辺の高さができるのか知らない。どんなぐらい積むんだろう。もう結構長い、2時間、まあね、30分か40分か。2時間、20何分やな。だから我慢できんねんない。北陸新幹線乗ってるし、飛行機も乗ってるから、ニューヨークとか、それは我慢できるとは、俺は分かってんねんけども、ほんまに河本が言ったんか。何言って俺最悪や。終わったーって言ったんか。これだ、その時や。新幹線で言ったんか、うん、4月から吸えませんよ終わった何が終わったんですかそうほんま喫煙ルームでね俺と河本と、松尾万内とか中上玲治とかでいろいろ次どうするとか、喋ってるんですよよく、今度の舞台箱で あれやろうかとか言うてるんでなんか打ち合わせ場所にもまた俺たちにとってはね。嘘でできる。まさかそこでやらんのできますやんか。じゃ忙しいね、あいつらも。あいつら忙しい。いや、本当に、まあまあ、頑張らなきゃしゃあない。ルールの中で生きていかな。ね。50点ですね、これ。はい、続いて、福岡県のレオマサさんからです。ヤンタンパーソナリティの大先輩、谷村新司さんがお亡くなりになられました。うん、谷村さんといえば、さんまさんが若い頃にテニスの対戦をされ、ヘアバンドをしていた谷村さんに、土星が浮いてるかと思いました、と言ったり、語り尽くせない思い出があると思いますが、今頃、さんまちゃん、僕が集めたたくさんのあの本は、君がもらってくれるよね、と微笑んでいらっしゃるだろうな、と思いました。そうそう、あの本ね。本当にもう、部屋一つ、エッチな、本を集めるのが趣味だったの。それはもうテレビとかでも言うだったな、ラジオとかでも公表してあったけども、もうずっと、それが楽しみやねん。で、数々の、ものを、貴重なものになって、今度見に行きますわって、盗んで帰らへんってよ。いや、家行かせてください。ちょっと何冊かくださいよって。あげられへんねん。これはほんまにあげられへんねん。いや、だから、行きますから見せてください。盗んで帰らへんね。っていうのをパターンにして喋ったの日もありますね。そうそう。それ本当に、片付けあったんかな、奥さん。なあ、娘。お子さんもいらっしゃったもんね、もちろん。まあそう、お子さんいてももう大きいからね。そうかそうか、いくつぐらいになったやろ。いや、これはそういう趣味でやってやったっていう。谷村さんだから、エロくなかったという。これはもう75点ぐらいあげましょうね。はい、続いて大阪府のイヤイヤマンさんからです。さんまさんの4年ぶりの新作舞台イカルガの王子が IMM シアターこけら落とし公演として上映されることが発表されました。発表した。はい、なんとさんまさんは聖徳太子役なんですか。10人の声を同時に聞き分けることができて、憲法17条とか遣隋使とか教科書に載っている人ですよね。そしてそうそう、なんと大阪でもやってくれるそうですね。ぜひ詳しい内容を教えてください。詳しい内容喋ったら面白くないですから、ね、確かに。行った方がいいね。そうですね、行った方がいい。まあ、奈良のイカルが奈良で、うん、
うん、俺が奈良出身で、はい、俺はああいうトーク番組とかいろいろやってみんなの、言葉を聞き分ける、うん、よう昔よう昭和の聖徳太子やみたいな冗談で言われたことがあって、うんうんうん、それを作家が小清水くんっていう小清水っていうのはあの相棒、うん、相棒とか書いてらっしゃる、ね、俺の日テレのドラマほとんど小清水くんやねんけど、その小清水がどうしても聖徳太子よっていうので、俺にやらすって言うんですけども、もう12月から稽古始まるからね、聖徳太子をやらせていただきます。行きたい行きたい、どうぞどうぞお願いします田中にお願いします、お願いしますっていうのもどうなることやら、っていう結構どうしようかな今悩んでる、状態なんですけどね、これはまあ、65点ぐらいですね、はい、はい、続いて大阪府のさんちゃん大好きさんからです。先日さんまさんが電子台の収録で茶屋町に来られた時に金太郎飴ちょうだいって言ったら、ああ持ってないわ今度持ってくるわって答えてくれました、うん、絶対にって言ったらさんまさんがなぜか笑っていました。あこれってヤンタンでさんまさんがよく言ってるそれ家にあるから今度持ってきたるわと同じやつかな。その場に庄司さんがいたらあんたまたそんなこと言うてって言ってくれたはずです。ほんまや。次回収録に来るときには新大阪の痛いファンやキャンディーズさんたちに、金太郎飴を持ってきてくれるのでしょうか。残念ながらその場に行けない私はヤンタンで飴ちゃん争奪にチャレンジします。あその場に来れないのか。そうみたいです。あなるほどなるほど、はい、もう持ってきたるわってなあ言うやんか。来たのくださいおお今度持ってきたるわって言ってしもてんねんな、うんうんうん、ファンにもファンにもファンの方にも言っちゃった。そうそう金太郎飴、うん、ほんまになんとか勝負せなきゃいけないな、うん、さんまの顔の金太郎飴ですからね、うんうんうん、だからこれは持っていかないんで重たい。そう確かに、まあ、プレゼンでねプレゼントでこうやってねハガキ出してくれたりとかしたらそうですね。であげろってのあいつ嫌やって言うねんからやな、うん、これはあげる。あこれであげる。これは5つもらえんのかな、はい、ここポイントが高ければ、はい、だからねああよかった、うん、これに出してください、うんうん、ああそうですそうです、あせやなこれで見事5つゲットということやな、うん、ありがとうございます、これ43点ぐらいですね。はい、はい、続いて神戸市のブラックデビルダウェイさんからです。さんまさんはヤンタン中によだれを垂らしたり唾を飛ばして汚いとよく注意されていますが実は横やんも同じようなことがあるそうです。何が、ライブ中によく汗と一緒に鼻水が出てしまってそれを出しっぱにしたまま踊ったり歌ったりしているそうです。でもさんまさんと違うのは横やんの場合アイドルでありお姫様でもあるので汗や鼻水も決して汚くはなくそれどころかシャインマスカットのような上品で爽やかな液体で周りの人を癒す成分も入っているのではないかと僕は思っていますお前よう自分でそんなに言うんだ恥ずかしい。何がお姫様やねんお姫様、ね、お姫様の、はい、よだれも綺麗のお前いやよだれは出してないですよライブしながらよだれ出てないよだれ出てないですよ鼻が出てん鼻が鼻水がお前ダストアレルギーか。いやそんなことはないんですけど温まって鼻の中も温まっちゃうと あの自然と流れてきてしまうんですよ、はい、あ分からんではない。そうなんです。ラーメン食べてる時とかに温まって出てきちゃうみたいな感じで、うん、ライブ中もちょっとそういうことがよくあって、うん、こう思いっきり回った時ターンとかをすると鼻水と汗が同時にくるって回る。来たらすいません。でも本当にそうなんです。で昔スペクトラムというバンドがね、はい、トランペットを全員で吹いてて、うん、乾燥中にかっこよく回すんですよほんなら唾がブワッと飛んでなあ僕が、ほいで、お前のお客さんキャーッと、まあそういう振り付けがあるからね、まあ、かっこいいからトランペット、うん、そうそう元々はプキャンディーズという バンドのバックやってて、ほいでサザンとスペクトラも連れてアミューズ作ったやな。そういう歴史があることですけどもね、これはもう25点ぐらいですよ横山の話やし、はい、続いて東京都のボニーさんからです。ナイツ花輪さんが、うん、浅草東洋館の楽屋でベテランの師匠たちに性欲は何歳頃なくなったんですかと聞いてみたところ、うん、都の師匠も即答で68と答えたのだそうです。うん、68? 我らがさんまさん庄司さんの年齢ではないですか、うん、常日頃のさんまさんから想像する限り、うん、性欲がなくなったなん
んて到底は思えません。そう思うと同じ年の庄司さんは皆さんが紳士やわーとおっしゃる通り、お姉さんのいるお店に行っても、手を伸ばしておさわりなんてことはせず、カウンターで静かにお酒を味わっているというのを聞き、浅草の師匠方の落ち着きぶりは庄司さんのような人だと想像すればいいんだなと納得し理解することができました。じゃあ庄司は若い時からやね、紳士やわー言われる。もともと。もともと、人前であんまり女性を口説いたりとか、しない。紳士ですね。紳士ですか？紳士だと思います。僕は、人前でもお構いなしっていう。手が届くところはね。手が届く。伸びちゃう。かゆいところだから。かゆいところ。かゆいところ。手伸びちゃう。手が届く。いやいや、でも、これはそうかもわからんね。そういう、時代に来て、せやな。庄司もまだ、今、元気やから大丈夫や。飲みにも行かないですし、もう飲みに行かないですね。最近だから、ご飯食べて、そこで飲んで、もう、さっき帰るわ、言うて。あ、そう。はい。まあ、もともとこいつ、すぐ眠たくなるんで。だって眠たかったら、もう1時、2時やで。遅いですね。そんなもう眠たいって。そんな朝の5時、6時で、どんちゃん騒ぎしてる方が頭おかしいねんて。まあ、頭おかしい。おかしくないは別として。どっちが正解なのか知らんけどもやな。行ったら楽しみたい。っていうのが、ありますね。これはもう、そうか、68で、そういうふうな、72とか言うけどな、いろいろ。あ、そうなんですか。人それぞれやしな。でも、スケベーな人、エッチな人が長生きしてるというのはもうご長寿クイズで答えが出てますからね。長生きするためにはいつまでもエッチでいたい。とは、今思ってますね。庄司褒めてましたね、これね。褒めてます。3点です。はい、今回はポイント上位のスピンさん、レオマサさん、イヤイヤマンさん、サンちゃん大好きさん、ブラックデビルダウェイさんの5名の方にヤンタン特製シールと金太郎飴が当たりました。おめでとうございます。5つです。5つです。ヤムスは癒せませんのコーナー。さあ、今日はまあイクボがいないし、そうですね、彼女はこの前出た時はどうやった？いや、ダメでした。なかなかダメでした。なかなかダメ。なかなかダメです。まあ、17歳やから期待したけどもね。あかんかったんか。だから、横山がてかすごいのは、17で、わぁ、お前すごいなって言うててるもんな。そうなんです。褒められてました、その頃。なぁ、あれがまた不思議で、17歳は怖いもん知らずで、いけんのかな思ったら、桜井はあかんかったんか。ちょっとダメでした。頑張ります。出てたん？だと思います。3ヶ月前の私は多分そうだったと思います。今は違う。もしかしたら違うかもしれない。うわ、怖っ。3ヶ月で何があったの。女性は出世早いからな。さあ、横山が一応妙を見せてあげて。はい、頑張ります。今日は2枚ずつ。はい、2枚ずつ、はい。まずは東京都の光高高光さんからです。いけないことしちゃったね。ああ、そっちの方向で行ったか。うん。そっちの方向やないな。だから、癒せませんやからな。はい。もう、いけないことしちゃったっていう、もう、もっと、いけないことしていってねえじゃないのよ。何笑ってんのか。お前何笑ってんねん。そうだなと思った。確かに。お前そうだなと思ったら笑うねん。思わず。思わず。はい。だから、はい。いけないことしちゃったっていう直後の感じやな。その直後の直後の感じや、うん、いけないこと。じゃあじゃあじゃあ、うん、はぁ、あ、お前何やその態度は。いけないこと、じゃあ難しい。もう、気だるい感じやな。気だるい感じ。気だるい感じやな、はい、うん、いけないことしちゃったね。違うなあ。難しい。無理か。これはお前には無理か。ちょっと難しかったです。難しかったな。桜井、挽回してくれ。はい、17歳期待してるよ。はい、どうぞ。はい、兵庫県ラジオネームマリアちゃんラブリンタッツさんからです。こんなことさせないで。は？ちょっと吐息多かったかな。え、いや、なの吐息よ。いや、ちょっとなんかでも前よりだいぶ良かった。あ、本当ですか。前より覚えてる。いや、全然覚えてない。
手組んでましたから、はい、握ってました手お願いしながら手組んでましたからなあこいつさや手組んだらあかんねん今吐息をどういった 吐息をどうしようと思った吐息が多すぎたかなって思いましたあいやいや少ない少ないあ少ないもうちょっと入れてみそうしたらこんなことさせないでどこで入れたんや吐息どこで入れたん吐息こうで入れましたえこうみたいなことその次のこんなことさせないでさあも入れようさあもこんなことさせないでさせないでああはいうん、二つ入れようと息。こんなことさせないで。ああ、させないでっていう。させないで。うん、させないでって。セレナーデみたいな。こんなことさせないで。ああ、難しいか。させないで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 。愛しのセレナーデ。はい、もう行こう。はい。こんなこと。じゃあ、こんなこと。こんなこと。ああ、吐息さあ、もうちょっと入れたらええねんけどな。まあまあ、これだんだん分かってくるよ。うん、はい。桜井も。さあ、横山、見よう見したで。はい、岐阜県の4番エースさんからです。ここで、やめちゃうの。あ、もちゃん慌てよ。慌てる。うん。ここ何だよ。何したの？ちょっと焦りすぎちゃいました。焦ってる自分に笑っちゃいました。いきます。やめちゃうの。もう残念感も出して。残念。はい。ここでやめちゃうの。おまあまあ、ここでやめちゃうのっていう感じやねんけどな、はい。ここでやめちゃうのっていう、ところもあんまよかった。ありがとうございます。こういう感じ。はい。あと桜井。桜井行こうか。はい。岐阜県ラジオネーム4番エースさんからです。もっと優しくして。あ、まあまあ、セリフがあれやからな。それ、もうちょっとお姉さんで。はい、もっと。え、ちょっと、ちょっと、それ普通のセリフになってるから。それ、いや、すいません。いや、すいません。こんなんや。頼むわ。びっくりした。この子は。どうぞ。ごめんなさい。かわいい。どうぞ。はい、いけ。もっと。優しくしてもっと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 優しくしてあかんなおしまい、はい、やったやった MBS ヤングタウン土曜日すべてのコーナーの宛先はやんどアットマーク MBS1179.com YANDO アットマーク MBS1179.com です。皆さんお待ちしてます。来週は、飯窪さんが戻ってきます。ゲストは、お茶ノーマの中山夏目ちゃんです。初登場の夏目ちゃんです。お楽しみに！さあ、